はい、というわけで取材終わりました、久しぶりのね、堀口コーヒーさんでした。豆ももらったんで、打ち返ったら入れたいと思います。はい、本日2軒目、フグレンさんにやってまいりました。はい、スタートです。はい、店内が撮影 NG だったんでね、テイクアウトでコロンビアいただきました。本日のコーヒーだそうです。結構飲み応えがあるコーヒーって聞きました。僕はこういうあの蓋はね、結構外して飲むのが好きですね。ちょっとこぼしやすいんですけど、こっちの方がね、香り楽しめるし。いただきます。あ、めっちゃいい香りだ。あ、美味しい。適度に酸味があって、あ、でも飲みやすい。本当にほんのりな酸味。あ、うまい。はい、お次はミカフェードさんです。はい、すいません。はい、いらっしゃいませ。コーヒーをお願いします。はい、ありがとうございます。はい、表参道ブレンドです。これも柔らかいですね。甘い感じ、美味しい。はい、というわけで東京ビッグサイトやってまいりました。今ね、もう2人くらい視聴者さんが、声かけてくださってありがとうございました。これからビッグサイト入って SCAJ 見てまいりたいと思います。まあ、ただね、撮影があの全体的には NG らしくて、ブースごとに許可をいただく形になりそうですね。一応カリタのブースは大丈夫そうなんで。はい、今ですね、会場の中入りました。撮影許可いただけたんで、はい、このまま普通に回ります。てか早速このウェーブブリューバーを見つけました。明日僕ここでコーヒーを入れる予定です。すごいスマートですね。すごい。横倒れした時に漏れない。これは電気ケトルではカリタが初めてです。世界で初めて。アメリカでやった時はこれとこれがなんか人気あったらしくて、コーシュの友達が。はい、はい、あ、はい、はじめまして、こんにちは。はい、今ですね、入ってから15分くらいなんですけども、ものすごいたくさんの方々に声をかけていただいて、なかなか進めないレベル。あ、はい、ポリンで登録さん、あ、すいません、ありがとうございます。いつも待ってます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。あ、ほんまや。ようやく会えましたね。ようやく会えました。こっちで撮ってもいいですか。いただきます。ルワンダで、ルワンダで、はい、結構みかんとか、ピーチとか割と明るいフレッシュのジューシーな、みかんの、はい、後味も優しいコーヒーです。美味しい。一応お客さんとかとコミュニケーションとか取れやすいように、はい、ディスプレイも、あ、そうか、外せるんですよね。外して、まああとは好きなとこに置いたりとかできるので、必ずしも下を見なくてよくなる。はい。すいません。
ただいてもいいですか。もちろんです。どうぞぜひ飲んでみてください。ありがとうございます。うん、うん、うん。これ面白いですね。南国な感じで。感じていただけるような。美味しい。あ、これはびっくり。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。Thank you. ありがとう。Muchas gracias. Muchas gracias.はい、モモアのミルですね。あ、安京式ドリッパー、木製ドリッパー。すごい回しやすい。結構重みがありますね、ずっしり、安定感がありそうな感じです。置いても良さそうですね。そうですね、置いても持っても。これ完全に業務用な感じですか。まあ、業務用ってこと、一般の方も結構持たしたいっていう方が。あ、ガス充填。そうですね、窒素充填。はい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 。新作さんのラテアート見ているラテアートを始めた。彼が開発する。はい、これ多分この間、カフェの新店で使われていたドリップステルですね。これはアラビカで、ウイスキー樽に生豆を。はい、今回ってるんですけど、広すぎて回りきれないです。前こんなにいたかな。ありがとうございます。体験しようがあるかもしれない。この顔見たことあります。好きだと思うんですけど、セラミックでできてるフィルター。はい、すごいのあると思ったら高博さんでした。雫のところですね。はい、というわけで、あちこち回ってきたんですけれども、本当にですね、たくさんの人に声をかけていただいて、だんだんなんかこう申し訳なくなってきて、あまりね、がっつり話すことができないので、一人一人に、本当そこはちょっとそこ申し訳ないです。ちょっと体を前に倒しますと押しやすくなりますので。本当に広すぎて迷子になってきました。もう今どこに自分がいるのか分かんないです。まあどこ行ってもね、本当コーヒーの器具とか、まあ、シーンとかいろいろあるんで、すごい、まあ、楽しいですね、やっぱね。風量オーバーの方はなんかこうすっぽ抜けてるっていうのもありますけど、あ、なるほど、全体とこっちが。Starbucks is our customer. Starbucks, Tivana. It's a very famous company. Ah, Tivana. Ah. はい、こちら、新製品だそうです。まだ発売はされてないんですけれども、すごくフォルムが綺麗です。でかなり小ぶりな感じはするんですけど、この僕の使っている700のドリップと容量は同じ700みたいです。微妙な長さとこの椅子と、おお、遠くに落とせる感じ。そう、全部